今回はモーグル女子ということで、まあ今回は男ではなく女子です。場所はエクストリームパークというところでございます。まあコース全体図ちょっと見えないけど、まあこんな感じです。女子というのにね、結構男子がいるという、まあこの人たちはまあオカマということになって、まあ特別参加が認められた者たちなんで、まあしょうがないです。 23.02 を超えればいけます。はい、ピーチです。女はピーチ、男はマリオでいきたいと思っても、まあ、おりますボロボロだ。いけるのかな、不安だわちょっと。はい、ゲームパッドでもまあ映し出されてるんで、そちらもご覧になってください。いきます。まずは B で貯めます。B で貯めるのがいいです。そしてこれはコブがあるんで、コブのところで左右に振るんです、こう。ウィールもこう大きく振るのがポイントです。ちょっと細かく振ったらいけない時があるんで。そしてここは、このウィールもこの表示に傾けて、表示に基づいてやります。4回しか無理でした。この赤いところに先が乗ったら大きく振ります。大きく。大きく振って、全然ダメだ。はい。これは、この、ね、書いてある通りに、この、ウィールもこう動かすんですが、全然ダメです。難しいんだよ、これ。おい全然ダメだけど、どうだ、いけたか。あ、いけた、いけた。よかった。1です。まあ、エアーっていうのが何かわからないんだけど、ちょっと B マイナスだな。ダメだ。はい、ということで、まあ、この3位と2位がまあ、男っていう。でもこれ一応女子です。モーグル女子です、これ。なのでこの3位と2位はね、まあ、オカマです。はい。やりました。25.87。2位とおよそ2ポイント。2ポイントの差を縮めました。はい、ということで、モーグル編はここで終わりにしたいと思います。次回はアルペン男子となっております。それでは皆さん、次の競技もお楽しみにください。それでは皆さん、さよなら。